けどロボットのセンサーとかカメラって大体こんな感じなのですが。へえ。これを組み合わせるとかっこいい。出せ。じゃあこんな感じにしよう。ダバーン。そこはかとなく年代を感じる。それでは起動。こんなにスイッチあってコントロールできるんすか。結局ロボットアニメ作ってる人が一番信頼してるのは人間でしょ。サイドを下ろす。右よし、左よし、下よし。起立します。お捕まりください。最初立ってなかったっけ。思いっきり前傾。こんなに。シートベルト忘れてた。それ重要。ハンクラで繋いで片付け上昇。よし、全体の形を顔と合わせたい。弱使った。シャキーン。ダメ落ちだ。もっとやれ。ドリルは銃断面掘削機。穴掘りロボットかよ。じゃあこれか。木工用じゃねえか。よくわかりましたな。ロボ犬は技術系の部活だぞ。わかるわ。せめて金工用。チェーンソーもあるんだぞ。腕が足りない。そんな山盛りにして柵ができるんすか。足全部取って飛行させたらどうです。動かす魅力が減るでしょうが。だけど関節全部隠していいかな。できた。すげえ。だいぶイメージ変わったな。形複雑じゃない。これアニメにできるんすか。ガテン系のロボができてしまった。どうするんだこれは。バイバイ。